でございます。ノープランです。とりあえずカメラを動かしてみました。そうやな、何の話しようかな。心境というかね、ちょっとサバゲー動画に関してはスランプかも。なんかちょっとやる気が出ないというか、帽子もやる気でいい、なんちゅうんですかね、アホ狩りのせいやね、完全に。アホ狩りのせいっていうとね、ちょっとあれですけど、もうちょっとね、アホ狩りの動画を作ってんのが結構楽しかったよね。で、アホ狩りって7月の21日やったんやけど、その後、もう、まあ、ほぼほぼウッドランド京都しか行ってないんですけど、3回ぐらい行ったんやけどね、動画にしたいって思えるようなゲームがあんまなかったんですよね。正直言うて、3回行ってその3回分の、ゲーム動画上げてないんです。で、もう一つこの原因としては、こうアホ狩りの動画を先にアップしないといけないんで、その普通のサバゲ動画をね、間に挟んだりとかしなかったんで、その分だけこう自分の持ってる情報が古くなってしまって、データは残ってるんやけど、もうその中からアップしたいと思える動画を探すのがもう億劫で結局3日分、ゲームの動画アップできなくなってしまいました。その代わり、前回行った、9月の8日かな、9月の8日はね、なんかこうまあフラッグ取ったりもあったし、ちょっと面白いなって思えるゲームというかね、もうあったんで、あ、もうええかと、もう前のやつあげんと、もう今回面白かったなと思えるような動画をとにかくあげようということで、もう3回分飛ばしてしまうということになってしまったな。まあどっちみちね、場所はウッドランド京都なんで、これといって変化はないのかなという感じです。あとね、そうやな、トピック的に言うと、キャンプ大原さんね、夏の間ちょっとお休みしてましたんで、まあ、代わりにウッドランド京都で、ゲームしてたんですけど、手に入れたんかな。58、こっちの方がちっちゃいぞ。なるほど、こっち60か。まあ、ええわ。なぜかカプリ変えるとかね。一応この連休15日かな、日曜日から、リニューアルオープンということになると思います。まあ、主にね、リニューアルというかね、手を加えられたのはセーフティーゾーンで、整地し直したりとかして、結構、ちょっと広くなったんじゃないかなと思います。で、それによって車の止め方とかもちょっと変えれるみたいなんで、まあ、なんか僕としてはね、これほんまに便利かなっていう、ちょっと心配もなくはないんですけど、まあまあ広くなってることは確実なんで、悪いことはまあ基本的にはないと思うけど、僕が心配してるのは、僕がお店を出すのにこう車をどのタイミングで入れたら
こう僕にとって都合がいいのか、っていうね。で変なとこで店出して、車奥に、一番奥やったらええんやけど手前に止めて、そこで店広げて、片付けんの遅うて、なんか奥の人が出るのに迷惑かけるとかね、そういうことがあってはいけないんで、なんかちょっとその辺の段取りがね、どうなるのかは不透明というかね、あれなんで、不安があるっていうとね大げさなんですけど、まあまあ、あの大多数の人はね関係ないと思います。あの僕だけです、いらん心配してるのはね。まあフィールドとしてはね、やっぱり日常的に行けるサバゲフィールドの中では僕は一番好きなフィールドなんで、で大原やとこのエアガンが使える、使う気になるみたいなのがちょっとあるんで、で大原でのゲームを楽しみにしてたんですけど、この15日は、和歌山イコラパークスマクド祭りかな、マックさんがね来るゲームに行くんで、これはもう前、もっと前から決まってたんで、もちろんそっち、まあ優先って言ったら変やけどなってるんで、そっち行きます。でまあまあ、前日入りしてちょっと軽くキャンプしてって思ってるんで、キャンプ動画もちょっと上げれるかな、ネタだな。まあまあ最近ちょっとね、お昼ご飯どんなネタや、昼飯もねちょっと自作するっていうことに最近なってまして、ちょっとちょいちょいショート動画の昼飯、見た目も大したことない昼飯動画をちょいちょい僕上げてると思います。まあまあ気にせんとってくださいってことでね、トピックそんなもんかな、思いつくことがそんなにない。まあ、あと、あれか、おしなむか。おしなむはね、11月17日にやろうと思ってます。ちょっとまだ決定ではないんですけど、多分、よっぽど何かが、その日はまずいっていう、何かがない限りは、そこで行くと思います。ちょっと正式決定じゃないのに、日にちを言うのはどうかとは思いますけど、まあ早いうちに打っといた方がいいということもあると思うんでね、11月17日、まあ、イベント的にはその手前にナムナム、岐阜でやるナム戦ですね。そんなとこかな。まああんまりねこの秋はまあね、15日、イコロパークスですけど、まあそれ以外のイベントっていうイベントはあんまりないんで、まあのんびりというか、なんか家の中整理してお宝発掘してそれ紹介したらという気もするんですけどね、なんか出てくるかな、出てくるかもしれへんし出てこないかもしれないですね、そういう話題です。まあまあ今回全くもって芯の通ってないお話を、最初何の話してたんやったっけ、スランプの話かな。まあまあ何でもええかなと思ってちょっと調べてみました。まあまあこんな調子でやってますけど、たまにちょいちょい見立ってくださいってことでね、ええかな。まあまあ、なんかないかな。ねえよな。最近この、ま、もう何の話やねん、言わないだけど。このね、スプリング球団のね、マガジン、
まあ30連はね、何かしらまあまああると思うんだけど、20連がね、ちょっと最近ないんですよね。まあそれこそ最悪どうしても手に入らないとなったら丸井のね、スプリング球団の20連っていうことになっちゃうんですけど、あれね、スプリング弱いし嫌いなんですよね。金属製なんか嫌でやったり、値段がちょっと高かったりとか、使い込んでるとなんか変なへたり、あの表面もね変なへたり方するしとかであんま好きじゃないんですよね。文句ばかし言うなって感じやけどね。というわけでこれ手元にあるんですけど、このマグっていうところね、スプリングキュータのマガジンを気に入って使ってたんですけど、どうも最近流通してないです。作ってください、あの再販してください、もしくは他のメーカーがまた参入して作ってください。そんな感じです。あの僕はあのプラスチックのマガジンがあの普通のサバゲの時が一番いいんで、プラスチックのマガジンを作ってください。まあそんなところです。あ、この話もしとこうかな。どうせやったらこのツイッターかな、インスタかなで、末出主計ね、カールグスタフの M45、末出主計の電動ガンが出回ってるのを発見して、おやって思って、なんかね、ちょっと前からチラホラなんか買ったとか、なんかチラっていうの、どこのやつかなみたいな感じで、なんかあったんですよね。末出主計のエアガン、とにかく僕欲しいんで、どこから発売されれば、もちろん買う気満々やったんやけど、多分ね、北海道のお店やと思います。結構ね、個人制作みたいな感じで作られてるとこで、僕もあんまりちゃんと自分で調べたわけじゃないんですけど、どうやらメカボックスはコンパクト電動ね、スコーピオンとかイングラムとかに使ってる、まあ言うたら電動ハンドガンぐらいのパワーのメカボックが入ってるそうです。でフレームは、全部スチールやったと思うし、グリップも木製のグリップがついてたと思います。でのマガジンは S&T とか AGM の MP42 のマガジンが使えるらしいです。まあ使えるマガジンが流通しているものを使えるっていうのはいいんですけど、反面見た目がマガジンがっていう感じにはなちょっとっていうところもあります。そしてね、お値段が10万円っていう、まあ、お値段です。まあ、あの凝った作りというかね、全部作られてるんで、その値段は致し方ないのかなと。決してなんやその値段とは言えない。その値段でも欲しい人は買ってくださいってことだと思います。決してあの数大量に作ってはるわけじゃないと思うんでね、数十兆がいいとこじゃないですかね。欲しかったけど、まあ値段とそのね、やっぱりメカボがコンパクト電動やっていうのとね、まあちょっと今金銭的にその値段のものは出せませんってちょっとなってしまいましたね。残念。今なら買えるんじゃないですかね、欲しい人は。ちょっと それでもちょっと、もうそれで死刑はどうしても欲しいっていう人は買われてみてはいかがでしょうか。まあどっかイベント行ったらね、誰か持ってんのを見させてもらえるんじゃないかなと思います。その時はぜひ取材させてください。ちっちゃおたりき本願あ、残念。でもいつかどっかからね、末出主計のリアルな、だってウージーのあんな超リアルなガス風呂が出たんやから、まあ末出主計とウージー比べたらウージーの方が圧倒的にメジャーですけど、ね、決してどこかから出るっていう可能性がねないことはないと思います。そういうところがね、小さいところがね作られてるんでね、それを見てまともなメーカーがね、お、これ作ったらええんかっ
って思ってくれることを願っています。電動もガス風呂も両方欲しいな。でもいざまともなメーカーから出てももう今やすごい値段になるそうな気がしてしょうがない。ウージーも高かったもんな。まあ、そんな感じです。どんな感じ。ではでは今度こそまた適当に話します。